ずっと右肩下がりの傾向から回復することがなかったと、売上高が V 字回復するというような状況にはないと。閉店することが分かったのは、鳥取県中部の A コープ4店舗、倉吉市の A コープ関金店、北栄町の下北条店、琴浦町の赤崎店、トピア店です。 A コープは JA が合併した1998年には12店舗があり、最大で年間およそ42億円の売り上げがありましたが、当時から全店を合わせた経営は赤字。加えて組合員の高齢化や県外スーパーの進出で経営状況はさらに悪化し、これまでに8店舗を閉店しています。2020年からは A コープ西日本に経営を委託しましたが、コロナ禍などの影響もあり、今年度もおよそ1億円の赤字が見込まれています。苦渋の決断ではありましたけれども、決断をし、理事会に提案し承認をいただいたというところですね。現在営業している4店舗とも冷蔵冷凍設備の更新が必要で、合わせておよそ1億3000万円が必要ですが、回収が見込めないということです。全店閉店、利用客からは不安や悲しみの声が聞かれました。寂しいですね。旧赤崎町はもうないですけどね、免許のないね、お年寄りの方が困られるんじゃないかと思うんですがね。よくこちらの店舗にはもう毎日来てます。だけどここはね、なくなったらどんな商売なのって。私みたいにね、車に乗らむがバスで買い物にここかアブとかにどっちかに来るんですよ。今までずっとここ利用しとるけ大変だなと思って危惧されるのが地域住民の買い物難民化です。1973年にオープンした A コープ関金店、およそ50年にわたって地域住民の生活を支えてきました。 A コープ関金店、現在旧町内では同規模で生鮮食品を扱うスーパーはないとのこと。閉店すればマイカーなどの移動手段を持たない高齢者にとっては死活問題です。困りますね、本当困ります。ほとんど毎日来ますけどね、一人でおりますでね、車ないんですよね。だから親戚のもんに乗せてもらって買い物に出るとかする。関金店、下北条店、赤崎店は今年8月から9月に、トピア店は来年3月に閉店する予定。すでに組合員や地元への説明を始めていて、4月に開かれる総代会で閉店が正式に決まります。 JA 鳥取中央では県生活協同組合との連携や県内スーパーに出店を打診するなど、影響を最小限に食い止めようと対応を急いでいて、閉店する4店舗のうち2店舗は県内のスーパーが出店するめどがついたということです。大切なのは、それぞれの地域における実情に即して買い物、暮らしを守れる、そういう手法を考えて、みんなで協力をしていくことではないかと思います。鳥取県は先のトスク閉店の報道を受けて設置した対策チームを JA 鳥取中央の A コープにも範囲を広げて対応していくことを確認しました。トスク対応用に設置した相談窓口は中部の A コープの相談にも応じます。対策チームは JA 側の意向を確かめる必要があるとして、鳥取中央、鳥取稲葉の両 JA を直接訪問して聞き取りを進める方針です。また営業譲渡や市町村の協力で店を継続した過去の事例なども研究し、買い物機能の確保を支援することにしています。JA 系スーパーが相次いで閉店へ、その他の地域の A コープはどうなるのでしょうか。 A コープは鳥取県内ではこのほか米子市、大山町、伯耆町に合わせて4店舗ありますが、 JA 鳥取西部によりますと現段階で閉店の予定はないということです。ただ競合店の出店や客数が減ったことにより、
4店舗全体で去年は赤字だったということです。また A コープ西日本によりますと、島根県内では現在 A コープが21店舗ありますが、現時点で計画的に閉店する予定の店舗はないということです。